ドリプラジオ金沢です。金沢の中心から夢を叫ぶ、いつもありがとうございます。イエーイ。あれ静かじゃない？おかしいな、俺だと感染がない、はい、おかしいな。今日はあの綺麗な方が、ね、はい、いらっしゃるということで、ね、楽しみ。男性陣がね、静かにいるこれ何なんですか、ものすごい。ちょっと待って、あの拍手ちょっとやってみてください。すごいたくさん人がいるんです、どうぞねえ、ダメです富山明日香さんっていうモデルの方がいらっしゃるということ で、はい、そうですね、先に皆さんがもう質問攻めてすぐ静かに行われて、うん、珍しい空気で始まっておりますが、はい、なんでヒューガーさんに最初に出てもらったかっていうと、これね、はい、今聞こえるかな、この間牧草部ジョイの出ていただいて、うん、実はあの Go to the Light という曲があって、これを聞いた時ヒューガーさんがやりたいことはひらめいたと、うん、はい、どうぞ。スポーツの、ね、応援でと地域を活性とずっと言い続けてるんですけど、うんうん、このね、すごい曲がめちゃめちゃみんなで盛り上がれるので、うん、スタンドでみんなで立ち上がって手拍子をしてこの歌を大合唱するということをやります、ね、しかもこう踊りがこう、うん、そうそうまだ揃ってませんけどそうそう、こういう振りがあるということで、そうそう、それでドリップラジオ金沢のテーマソングに決定。おお、静かですよ、なんですか、秘密会員で決まりまして、はい、今日からあのこれをかけていきたいと思います。いや、いいと思います、はい、ヒューガーさんの夢の、スポーツのいろんなジャンルを超えて、野球であったりフットサルであったりハンドボールであったり、うん、あらゆるところでこの曲が入った瞬間みんなが踊り出すという、うん、そういう中にしていきたいということで、あのこれからこの曲をね、皆さんにもどんどん定着をしていきたいと思います、はい、そして牧草部ジョイの曲もね、どんどん広がるように、うん、そうですね、いいですか、はい、こういう、はいね、こういうあのビデオもね、この間もずっと教えていただいて、すごいですよね、めちゃめちゃ痛い、これからも広がっていけばと思います、うん、さて、それではあのこの後いよいよ、はいはい、美人が登場ですが、はい、ヒゲワジはさよならということで、ね、はい、すみません、なんか独特の空気ね、ちょっと今までない、なんなんですかね、なんですかね、このなんですか、皆さんもう見とれてるみたいな。男性陣10人ぐらいいるんですけど、静かなんです。これを僕変えていきたいんですよ、応援でこの静かな県民性を、大人の人もやっぱり緊張するとこかしこまるっていうか、その中で私だけ一人キャキャ言ってるっていう、その僕もついていきますから大丈夫ですよ、見てる状態ですが、はい、今日はあのこの後富山明日香さんです、楽しみに、はい、イエーイ声だろ、スポーツ&バーアボサ、コスプレあり、歌謡曲あり、そしてもちろんスポーツあり、みんなで夢を語り合おう。夢と変人がたくさん集まる店です、イエーイ、アボサ、アボサ。あなたはどんな人ですか？超変人です、よろしくお願いしますトトトトトリプラジオ、お待たせいたしました。今日はモデルの富山明日香さんに横に来ていただいてます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとちょっとずつなんかみんな反応が、はい、あの同じね、黒やっぱモデルだからかなと思って違うんですけど、あのいくつですか？今19歳です。この落ち着き言いません、年齢今まず言いそうになりましたけど、いやー19歳、はい、学生さん、学生です。それでモデルで、すでに、ミスユニバースの石川代表になって、はいはい、あ、いろんなこと聞きたいんですけど、はい、あのそういう、なんていうんですか、コンテストっていうか、うん、出るっていうの初めてチャレンジしたんですか？ですね、うん、他人の先生から、うん、どうやって言われて、うん、チャレンジしたいと思ったんで、うん、即しました、ね、それまでモデルってものをやりたかったっていうか、ちっちゃい頃からずっと憧れてて、うんうん、でも自分に自信がなかったんで、うん、あの自分じゃ無理だってずっと思ってたんですけど、うん、やっぱりしたいと思って、うん、もうやるしかないと思って、モデル歴は、学生に入ってそのモデル科っていうのがあるんですけど、今の行ってるところ、はい、専門学校、はい、うんうんうん、で今2年目です、はいはいはい、たった2年、はい、2年です。
それまで普通の人？はい、普通の高校生でした。ブレザー。はい、ブレザー。じゃあ街歩いてて、はい、その時はこんな感じ？違います。どんな感じ？若かったです、ね、そうです、ね、若いです、自分は 今の時点で自分で若いっていう感じなの？その頃高校生って感じですね。でも意識がほらモデルになりたかったって思った時から、うん、もっとそれはいつ頃ですか？は本当高校3年生の最後ですね。その前は？その前は全然思ってたんですけど、うんうんうん、本気で目指そうと思ったのが高校3年生の冬ですね。何があったんですかね？たまたま街歩いてる時に、うん、もういきなり知らない人から、うん、絶対あなたはモデルになれるとか言われて、うん、いやいやと思ってたんですけど、その人何者？わかんないんですよ、未だに。男の人？はい、未だにわかんないんですよ。いくつぐらい？30代くらい。でもよくわかんないんですよね。別にこう占い師的なあなたが見えますじゃない、普通のスーツ着てるような人が、普通の人がいきなり言ってきて、うん、立町あたり、片町でと思って、うんうんうん、と思ってたんですけど、でもちっちゃい頃から憧れてて、うんうん、友達にも勧められたっていうのもあって、うん、でおしゃれもメイクもすごい好きなんで、うん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 、で自分自身もメイクとかおしゃれですごい可愛ったから、うん、その楽しさをたくさんの人に伝えたいなって思ったんで、うんうん、もうすごいやりたくて、親の影響もあって、うん、はい、チャレンジしようと思いました。おしゃれが好きだったことはじゃあお母さんのとか、もうちっちゃい頃から好きでした。あ、じゃあお人形さん遊びも着せ替えが好きで、自分もお洋服とかも大好きでした。雑誌とか見たり見てました。あ、なんていう雑誌、今時その時読んでた、小学校の時ですか、うん、小学校の時はなんかピチレモンっていう雑誌があったんですけど、何十年前ですよね、うん、その可愛い小学生が見るファッション誌みたいな、はいはい、今がすごい静かなの、ほとんど誰もなんかリアクションがない。そんなのあるのかみたいな。皆さん芸人になれませんよ、そんなんか。ね、そういう中でじゃ子供の頃におしゃれは好きで、はい、それで周り通えて、今思うとその片町ですれ違った、うん、その男の人が言ったことがちょっと引っかかってるかなっていう感じ、うん、でもちっちゃい頃から結構言われてたんですけど、自分に自信なったらって、自分に自信がなかったんでチャレンジしなかっただけなんですけど。専門学校に行ったってことはね、そういう道を目指そうと思ったってことですね、はいはい、何をするんですか、その専門学校って。専門学校ではウォーキングやポージング、うん、あとボイストレーニングなどもあって、あとモデル科なのでやっぱ甘いものが食べたいときがあると思うんですけど、でもやっぱカロリーを控えめな時も必要じゃないですか、うんうん、だからそのスイーツの授業もあったりだとか、カロリーを抑えるためにスイーツの授業がある、はい、でカロリーを控えたスイーツを作る授業がある。モデルさんになるために、なるためなんかやっぱり甘いもの食べないとやっぱストレスが溜まっちゃうじゃないですか。ほー、なんか至れり尽くせりの、はい、専門学校ですね、はい、うん、ね、辻口さんのっていう話を、はいね、はい、さっきなんか実は皆さんと喋ってる時、うん、はい、聞いてましたが、じゃあそういうところではモデルさん用のスイーツも学べるってことですね。ですね、健康美っていうお菓子も作れますね。でも学生さんで入ってすぐそういうコンテストに行って、はい、ね、スカ代表にまでなるってすごいよね。頑張りましたね。何頑張ったの一番？と自分基本スロースターターなんですけど、うんうん、みんなじゃあこれやってって言われてすぐできないんですよ、うん、悔しいんですね、うんうん、だから例えば何のこと、例えばウォーキングだとしたら、うんうん、やっぱりすぐできないんですよ、うん、難しいじゃないですか、うんうん、でとりあえず悔しいっていう気持ちから入って、うん、でもう練習しよう、うん、まあ、自然と練習しようと思って、うんうん、負けたくないしと思って朝毎日早く来たり、うん、授業が終わった後一人で練習したりだとか、うんうん、あと先生に積極的に質問したりだとか、あと家でもしっかり鏡と向き合ったりとか、できないっていうのは自分の中で どの基準ができないの？美しくないってこと？姿勢、もともと身長高いのがコンプレックスだったんで。何センチですか？今170なんですけど、小学校の時も高かったんで、うん、すごいコンプレックスでずっと猫背だったんですね、うん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 、でもモデルってなったらやっぱり姿勢は大事なんで、なんかもうそこからもう本当に基礎なとこから自分は直してきました、それで指摘もやっぱされるんですか？されますね。わ、どんな風に言われるんですか？
やっぱりモデルだと壁立ちっていうのがあるんですけど、うん、姿勢調整なんか言ってるうちに自分ちょっとこう、ね、どうどう、はい、もう、はい、なんか座り方とかあるんですか。もう本当に椅子にもあまり深く腰掛けないとか、はい、深く皆さん背もたれにかかりくりはい、それでなんかあと顔が前に出やすいと思うんですよ、うん、日本人結構、うんうん、それも自分も癖であったりとかしてて、はいはい、顎引くって感じ。そうですね、はい、皆さん、一緒にやってるやってる感じが、あご引く、はいはい。あと天井に吊られてるイメージ。ああよくこう、ね、言うね、言うね、そうそうそう。ね、うん。それで座ってる時もそうで、意識ですね。意識。歩く時も、歩く時も、お尻は締めるだとか。お尻は締めるです。みんなうなずいてる。いい人たちですね。うんうんうん。でそういうのの繰り返しで、ですね、そうすると体も締まってったりするの？ですね。横脚が治ります。横脚関係ありますか？みんなが微妙にうなずく。うんうん。歩き方が綺麗になれば、それが変わっていくっていう。振る舞い。さっきほら、ボイストレーニングあるって言ってたじゃないですか。うん、はい。それは何のために？あと、MC とかもあるんですけど、うんうん、MC 原稿読みだとか、うん、あとは、滑舌だとか、うん、あのああモデルだけじゃなくて、はいはい、あの秘書や秘書などもあるんですけど、秘書などあとアナウンサーになりたい人もいるし、うん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 、司会者だとか、うんうん、やっぱオールマイティー、うん、今授業で習ってて、うん、そのためにはボイストレーニングだったりしますか。それでこの落ち着きはもともとこういう人なの？うん、ミスユニバースで変わったと思います。実際はいつそれを受ける機会があって、はい、いつから練習してっていうのはどうなの？10月に石川県大会、去年の、はい、去年の10月に石川県大会があって、うんうん、でその前に一次審査っていうのがあって、写真、うんうん、写真を送ってで面接があったんですけど、うんうん、そう、それに受かった人たちがファイナリストで、うん、10月に石川県大会で行われたんですけど、うんうん、私は何人ぐらいの人がそういうのって応募するんだろう？でもファイナリストは7人でした。あ、うん、横にじゃあそのいかにも人いろんなたくさんの人がいて、うん、女性陣がいて、はい、最年少でした。あ、そう、はい、さっき言ったその受けてみたらって言われて、はい、え、じゃあ全然何のなんていう の、 あの挫折もなく、いや、でもやって受けてすぐそうなってるってこと、代表になったっていう。いや、でも本当に負けたくないのはあったんですね。自分が一番年下だからって、うんうんうん、舐められたくない、負けたくないっていうのはあったし、負けることがすごい嫌いなんで、うん、絶対にグランプリを取ろうって、取ってやろうって思ってました。で何をやるんですか、ちなみに。まず、じゃあ書類審査ってあって、はい、で何から始まるんですか、そういう場所って。もう全然遠いところにいたもので教えてください。まず、2時か、あの面接はまあ、志望動機が聞かれるじゃないですか。何て言ってたんですかみたいな。その時、複数一人ずつ、3対1でした。向こうが3、はい、あ、じゃあ一人ずつなんで、はい、横に誰か同じ受ける人がいるわけじゃなくって、ね、うわ、面接官が最近たくさんいてこっちっていう。うわ、はい、何聞かれましたか。どうなりたいか、どういう女性になりたいかとかですね。なんて答えたんですか。その時は本当に純粋にありのまま答えたんで覚えてないです、うん、本当にその時の気持ちで言う、うん、素直に言ったんで。何を言ったんだろう。でも、うん、キラキラした女性になりたいっては絶対言ったと思います。へ、うん、うん、なんでとか聞かれるんですか。なんでというか、まあそうなんだよねみたいな。へ、でもそれはファイナリストに残る前なんで、うん、ファイナリストで大会で聞かれたことは、うん、私は魔法が使えたら何ができる、うん、したいですかと、恋と愛の違いは何ですかって聞かれました。うん、お答えは私の答えは、はいはい、まだ19歳なので、うんうん、私はまだ大きい恋愛がしたことはないんですけど、うん、愛と恋の違いは、うん、恋の延長線上に愛があると思いますと言いました。でも、うん、やっぱりまだそんな経験したことないんで、うん、っていうふうにも言ったんですか。はい、したら会場から笑いが。どうですか、男性陣なんかちょっと空を見つめてますか。大丈夫ですか。なんかイメージを、恋と愛の違い、何言ってもみんな今日なんかね変。みんな起きてますか。大丈夫ですか。なんか
なんですかね、酔ってる感じっていうか、ふわーって、すみません、こういう時ないんですよ、アボさん今までいて。はい、こんなにね、なんか不思議なものが漂ってて、みんなここの静かに浸っていたいって感じなんですかね。余分なこと喋るなって感じ。いやでも素敵、今のその話で笑いが起きたっていう、その実際実技的なもの、あウォーキング私服で、うん、あの貸されたお洋服で着て、うん、とウォーキング、うん、でその後にドレスも加賀友禅の着物をさせていただいて、お着物で着て歩くの、はい、金沢ならではですよね。また違うよね、うん、どう一緒なの、全然違います、ウォーキングもね、それもちゃんと学んでて、はい、あどっちがちなみにあの言われても分かるかどうかちょっと分かんないんですけど、普通の歩き歩幅とか歩幅もあるんですけど、うん、あの普通のウォーキングというか、うん、モデルが基本的にファッションショーとかするウォーキングは、うん、なんだろう、なんかよくこういうキャットウォーキングみたいな、ああ足をクロスさせるような感じか、よく腰もなんかどっちも動かすのか分かんないけど、そういうのがあると思うんですけど、和装は内股なんですよ基本、ハの字で、はい、どんどんこう内股に入っていくんですけど、うん、普通のショーはちょっとガニ股じゃないんですけど、うん、母子球を一直線上に歩くような感じなんですよ、全然違いますね。あと着てるものも違うんで、うんうんうん、雰囲気だとか自分のオーラとかも考えて自然と出せるような雰囲気作りだとか、それは自分の中でこう予定っていうか予習済みなものだったの、私は基本すごい和装が好きなんで、うん、似合いそう好きなんで、うん、なんかその加賀友禅ってやっぱ金沢ならではじゃないですか、その良さをすごい伝えたいなと思って、やっぱどう着たら活かせるか、うん、どう着たら加賀友禅をもっともっとたくさんの人に知ってもらって、うん、愛着が湧くものにしてもらえるかって考えた時に、やっぱり金沢美人ならではの雰囲気だとか、うんうん、やっぱりその着るものを活かした女性になりたいんで、やっぱモデルとしてやっぱりそういうのは大事だと思うんで、お着物もこれまで着る機会はあったんですか。はい、そのミスユニバースの前に加賀友禅のファッションショー、加賀友禅の着物のショーに出させてもらって、うん、メイクショーも兼ねて、うんうんうん、でその時になんかもう本当に一着一着、うん、もうデザインも繊細で色も鮮やかで、うんうんうん、どれも違うんですね、うんうんうん、で振り袖とか、振り袖というか、うん、あのお着物とかって1枚こうバサッて後ろから見ると1枚の絵になってるんですよ、うん、それがすごい素敵で、その魅力に惹かれましたね。そういうことを別に面接で語ったわけではないけれど、うん、その思いがやっぱあるから着てるとそれが出るのかね、うん、ですかね、すごい伝えたいって気持ちありました。今着ててもなんかすごい素敵で、それでじゃあ受かった後に、はい、ここが良かったんだよとかいうの教えてもらうのはあるんですか。ここが良かったんだよ、石川県に取った後にほらここがあのポイントで、あ自分のそうそう、その審査員の人から教えてもらうことってあるんですか、うん、ないの。あ聞いたんですよ。あ、うん、そらあしたら、うん、とこの子は、うん、あの自分のスタイルを崩さないところとか、うん、アピール度が一番高かったって言われました。なんだろう、何をしたんだろうね。いやでもアピール度は自分を見て、もう本当に見てほしいっていう気持ちでしたね。いや実際に見てほしいんですけど、本当にもう自分から目を離さないでっていう気持ちで、うん、もう全力でしたね、うん、絶対にグランプリになりたいと思ってたんで、うんうん、他の人には目を向けさせませんよっていうか、うん、のはありましたね。それ誰かからアドバイスがあったんですか。ないです、もう自分の中で自分のスタイルは崩したくなくて。おいやどうですかこのなんか見ててもなんか吸い込まれそうな、本当にあのみんなこう面接官だったらもう合格っていうかすぐにそう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 そんな感じ。素晴らしいね。普通よくあのそれこそ就職のね面接の時にどうやったら通るのもそれですよね。他を見るなと、私を見なさいっていうぐらいの、うん、気持ちとか意識とかそれだけのものでもやってきた自信が、これもともとね自信がなかったからって言ってらしたのがモデルになるって決めて、
そこに立った時にはすでに変わってるってことだよね。はい、あ、素敵。なんかじゃあちょっと今のこのコマーシャル挟みましてですね、はい、さっきあのいっぱい男性陣から質問攻めになってましたが、どんな質問があったかも伺っていきたいと思います。今日は富山明日香さんとお送りしています。スポーツ&バーアボサ、コスプレあり、歌謡曲あり、そしてもちろんスポーツあり、みんなで夢を語り合おう。夢と変人がたくさん集まる店です。イエーイ、アボサ。あなたはどんな人ですか？超変人です。よろしくお願いします。トリプラジオ。今日はあのモデルとして今活躍されているまた19歳という、ミスユニバースの石川代表になって全国でもね行ってきたという富山明日香さんとお送りしています。ね、なんかみんな上品に、あ、男の人もなんかだね、なんていうの、好かれたいモードはこんな空気なんじゃないの。ガンガン来ないなんか優しさアピールか知らないけど、不思議な空気なんですよね。未だかつて体験したことないような、ああ、ちょっと引いてる感じを、それか目力にやられてる感じ。何も言わない、誰も反応しない、どうなんだこれ。ちょっと石川代表でね全国行ってきて、あのやっぱりこう負けないぞと思ってた自分の経験で言うと悔しい経験って感じ。はい、悔しいですね。でも、うん、年齢層が、基本的に26歳、27歳だとか。そうなの？はい。そうだよね。で、自分すごい、なんだろう、年下の方だったんですけど、やっぱり年上のお姉様方に圧倒された部分があって。何が一番こう？まず入った瞬間のオーラ、立ち振る舞いだとか、身長が自分は高い方だと思ってたんですけど、ちっちゃかったですね。みんな175センチ以上あって、それにプラス16センチぐらいのヒールを履いているので、とてもすごいスタイルも良くてすごいスレンダーなんですね。その中に自分が混ざった時に、あ、このままじゃダメだなってすごい思って、話し方だとか、やっぱり若いからこそボロが出ちゃった。本当な、何か自分のなんかやっぱり他の県のファイナリストの方に、やっぱりアスカちゃんまだ若いねとか言われるのがすごい悔しかったですね。なんか本当に心から尊敬する人ばっかで、人間的に、じゃあもちろん自分の中で知ってる人っていうか、あ、石川県大会一緒に受けた人がいました。そうなんだ。一人ずつじゃないってこと？一人ずつなんですけど、県に一人なんですけど、どこの県受けてもいいんですよ。自分が金沢でも別に秋田受けてもいいし、東京受けてもいいし、って感じなんですね。あ、じゃあ他の県から国籍がくがまわない。国籍以外はくがまわない感じなんです。あ、そう。そう。で、石川県大会に一緒だった方が、違う県の代表で、はい、おーってことじゃない？ってなって、すごい偶然の出会いだなと思って、一つ一つの出会いを大切にしようと思いましたね。すごい。でもそういうすでにね、そういう舞台をこう経験したってことは、自分にはこう悔しさとプラスの何が一番得たんですか？周りを見ること、すごい勉強を、がすごい苦手だったんですけど、勉強したいと思って、何の勉強？なんかそれが本当いろいろで、なんか世界を見てる方がすごいたくさんいて、で世界を知ること、あと日本を知ること、例えばマナじゃなくて、講義で、子宮頸がんの話があったんですけど、その時に自分よく分からなかったんですけど、もちろん医者を目指してる方もいて、でその今当たり前に知られていることが知られていない、それは自分の同じ世代の10代の子もいたんですけど、10代ならではのことだったりとか、なんか
本当にまだまだ世界を知らないんだなって、うん、なんかまだやっぱり19歳なんだなって思ったので、本当にたくさんのことを知って勉強したいなと思いました、うん、社会のことを。でも早いうちにそういう刺激をバーンってね、うん、受けちゃうことは間違いなくこう長さがこれからあるわけだから、よかったね。本当によかったです、うんうん、あの私もなんかねテレビで前特集してんの見たの、そういうね、はい、あの世界のとかってやってるあのモデルの人たちが集まってコンテストを受けていく時のあのシビアさってね、でもそこにやっぱりそれぞれのこう姿勢だったり自分が出るんだっていう気持ちでみんながいるから、そこでこういる人自身が磨かれるんだなっていうのは、うん、ね、うん、それは見てて思ったからそこに入っちゃったんだね。はい、あ素晴らしい。さっきあの男性陣囲まれて、はい、一番なんか印象に残った質問とかこんな質問あるんだみたいな、なんか何聞かれてましたか、男性陣の質問は何があったんですかね。印象に残った質問ですか、うんうんうん、それやっぱり吉野家か好きやかっていう話ですかね。聞いてましたね。何だったんですかね、どっちが好きですかでしたっけ。はい、どっちが好きですかですね。いるイメージない。答えは、答えは食べたことがなかったんですね。おまさかの。でも今度吉野家行ってみようと思います。素晴らしいです。みんなで行こう。スポンサーみんなで行こう。そういうことか。いろんなこと説明するんだろうね、みんなね。こう通訳がとか、なんか自分が馴染みのとこ行ってみたいな感じで。そんな質問をして、はい、なんですかね、何のアプローチだったんでしょうかね。本当に、逆になんかこう本当に今日さっきもなんかほら男性とすれ違う時になんかこう目線が分かるとか話してたじゃないですか。目線が分かるというか、うん、あの東京とかで歩いてると、うん、あ今こういう感じ、今スカウトされるなとか、うんうんうん、スナップだなとかは分かりますね、うん、逆にそのスカウトっぽい人も分かるようになるんだろうね、普通なりに。なんですかね、そんな気がする。でこう5メートルごとに声をかけられるようになるっていうそういうねえきっと歩いてるだけで実際声かけられて、はいはい、どんな人出会いました、どんな人なんとかですけどモデル事務所入りませんかとか。 ありますね。あやっぱり、ね、歩き方とかその立った時から雰囲気が違うんだと思う。今後それこそどんな風にしていくんですか。将来ですか、うんうん、今後は、来年、今年いっぱいは学校しっかり行って、うんうん、2年で卒業、はい、卒業です、うんうんうん、来年からは東京に行って、うん、しっかり事務所に入って、うん、あそれはじゃあそういうふうに動きももうしてるんですか。はい、あ本当いろんな事務所があるだろうからね、それこそスカウトしてきた人なのか、はい、うん、もう決まってんの。まあそこは今まだ考え中なんですけど、大体も決まってます。本当それで目指すところはモデル事務所に入って、まあ、で、うん、もう誰もがもう、うん、私しか見えないようなモデル、うん、魅力的な女性になりたいですね、うん、それこそミスコンで行くのか、そのユニバースとか、そのもうファッションとメイクがとっても好きなので、で女の子ってやっぱりメイクとファッションですごい変われると思うんですよ、うんうんうん、私自身もすごい変わったんで、うん、だからそのキラキラしたものをすごいまとって、うん、女の子に楽しく過ごしてほしいし、なんか本当にもうおしゃれとメイクの楽しさをすごい伝えたいなと思って、うん、でもそれ以外にもあのいろんな世界のことだとか、うん、ミスユニバースで学んだことを発信できるようなモデルになりたいと思っています。うんうんうん、じゃあその本当リベンジ的に、はい、そのコンテストを受けていくってことは26歳になったらコンテストには出ます。あ、開けるのじゃあ逆に。あります。自分が今19歳で受けて、はいはいはい、26歳とかの女性の方々を見て憧れてたのを7年後超えたいと思います。もうみんなものすごくうなずいて、何も返す言葉がないっていう、あえてね、次に行かないところが。いいね。なんかあの喋ってさっきね、男性の皆さんとこう喋ってる時にもなんてこう頭のいい方だっていうか、あのね教育論にまでいろんな話をされてた時素敵だなと思って、興味がいっぱいあるんだね。あですね、ね、知らないことがたくさんあったので、うん、逆に知りたいってことがいっぱい。素晴らしい。ではですね、この飛鳥さんの心を射抜く男性は誰、あの応援カード
あのドリップラジオはですね、こうやって意味わかんない応援カードっていうのがあって、ここに書いていただいて、はい、直接あの今から読んで渡していただくというお時間です。では最初の方からどうぞ。誰でもいいですよ。ぜひぜひ。はい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 。順番ね。じゃあ、はい、横にちょっとでも、はい、そうそうそう、並んで並んで、はい、これカメラね。あ、飛鳥さん入る、はい、はい、どうぞ。はい、はい、はい、遠山飛鳥さんへ今日はどうもありがとうございました。うん、石川ナンバーワンから日本のそして世界の遠山飛鳥さんになっていくと、とても強く感じました。うん、このドリップラジオが大きなきっかけの一つになってくれたら嬉しく思います。うん、これからも飛鳥さんのサポーターとして全力で応援していきますね。ファイト、遠山飛鳥さん。うん、ありがとうございます。ヒマさんでした。なんとリスニューか、なんか、はい、ちょっと目がなんか、なんか照れくさそうなのは、いやいやいや、もう、はい、照れますね。ねえ、いいですね。はい、順番に行きましょう。なんかみんなで表情見るのが楽しいですね。次の方どうぞ。はい、いいですか。画面の中で入ってくる。もうちょっとやってもらって。言ってもらった方がいいですか。はい、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 どうぞ。遠山飛鳥さんへ、いつも前向きで自分らしさを追求する姿にいつも刺激をいただいています。かっこブログなどで。その姿を一人でも多くの人たちに今後伝えていってください。期待しています。はい、ありがとうございます。なんか、遠山さんもいつもとちょっと違う。何のいつもと一緒です。ねえ、綺麗な女性と男の人もかっこよくなるんだね。かっこよく見えました。え、かっこよく見えた。かっこよく、本当に本当に。キラキラします。うん、ねえ、本当本当。女性のせいなんだね。だから刺激をいただいてるからです。そうだね、私だったって違いますね、雰囲気で。なかなかない。ありがとうございます。どうぞ。いや、でも本当に本当にいいと思う。なんか、アスカちゃん、勉強になるよ。優しい。はい、どうぞ。はい、はい、なるべく近づいていただいて、画面の中に入っていただいて、はい、そうですね、もうちょっと近づいていただいて、すいません。はい、モデルとか素晴らしいね、うん、食べ盛りの時に体型維持も大変やろうけど、うん、その素敵な体型をこれからも維持して頑張ってください。うん、石川代表から日本一も挑戦して、うん、石川の誇れるようにな、うん、なれるような人になってほしいと、はい、なってます、はいはい。ありがとうございます。はいはい、お名前もどうぞ。宮川芳彦です。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、公開お見合いコーナーみたいな。はい、どうぞ。はい、遠山飛鳥さん、はい、ミスユニバース石川代表頑張ってください。うん、で、世界に向けてあのなんか観光キャンペーンでやってますけど、レディーカンガー、レディー石川として羽ばたいていただきたいと思います。うん、で、今聞いた話では7年後も美しさにさらに磨きをかけて頑張ってください。応援してます。はい、ありがとうございます。はい、はい、感動した。ありがとうございます。あ、嬉しい。どうぞどうぞ。はい、はい、はい、お願いします。お願いします。はい、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 お近づいていただいて、はい、遠山飛鳥さんへ、うん、とても19歳とは思えない考えがしっかりしてて立派だと思いました。で、まあ吉野家行くなら小もさらセット、小もさら、はい、小盛りの牛丼とサラダのセット、あ、うん、あ、小盛りの牛丼とサラダ、それが340円で、340円、はい、どちらの方ですか。別に吉野家の方ですね。あ、そうですよ。あ、吉野家の方ですけど。あ、そう。あ、まあ、それでヘルシーでいいと思います。はい、で、まあ、いい人生経験にもなると思います。うん、はい、ぜひ行ってみてください。はい、頑張ってください。ありがとうございます。素晴らしい。もう、店長の喜び。店長さん、わかんないけど、はい、どうぞ。はい。はい。ちょっと緊張してるかな。富山飛鳥さんへ。はい、自分のことを自分の言葉でしっかり話す姿がとても印象的でした。自分に対する強さにとても責任感があって、うん、でもまだまだ伸びしろがあるように思うのが、うんうんうん、すごいと思います。単なる若さだけではない輝きが素敵でした。おじさんのことを忘れないでください。坂上の成功に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ、またの方。すいません。これは。うん、はい。こんにちは。はい。はい。はい。お願いします。はい。遠山飛鳥さんへ、謙虚すぎるほど謙虚な飛鳥さん、うん。謙虚と素直な人格者は必ず成功します。うん、応援し続けます、石川から日本、日本から世界を代表する、うん、まあ、さっきも聞いたような気がしますけど、モデル人格者になってね、うん、やっと
まあ、上に行けば行くほど出る杭を打たれたり、まあ、本人しかない悩みも出てくると思いますけど、まあ、自分を信じて信じ抜いて頑張ってください。はい、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、皆さんです、みんな、はい、そう、大事大事、あ、そう、すいません、画面中入っちゃったかも。他、まだの方 OK ですか？全部出しました。あ、はい、あ、素晴らしい。失礼します。遠山飛鳥さんへ、うん、自分の夢を叶えるために本当に努力は必要だと思いました。本当に話聞いて今日、うん、素晴らしい話聞けて今日は来てよかったです。うん、はい。あなたなら夢を叶えられます。お、間違いありません。ありがとうございます。はい、はい、私も負けてられないなと思いました、正直。はい、はい、ありがとうございます、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます、すごい、みんな渡しましたか、はい、あ、先生、はい、私渡して、あ、後で、あ、OK ですか、はい、いいですか、いやー、ちょっといいですか、ちょっと、はい、どうですかみんな、あの、こんなにさ、男性陣が緊張しながらこうやって入ってくる、フレームに入ってくる姿、私ね、初めて見ました。で、さっきも言いましたけど、男性が輝くのは女性次第、女性が男性次第かなと思ったけど、輝かすことができるね、あすかちゃん、すごいよねえ。好きなものは何ですか、何してるとき一番楽しい人、笑ってるときが一番楽しい。何見て笑うの、なんか友達と喋ってるときが一番楽しい、うん、お笑いとかじゃなくて、うん、なんか何言えないことが一番楽しいです。あとお休みの日は何してるとか、お休みの日はお買い物とか、うん、あと石川県をたくさん友達と加賀とか行ってみたりしてますね、うん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 、来週はいちご狩りに行っていこうかなと思います。なんかいろんないちご狩り、すでにあの行きたい人がたくさんいると思いますが、え、じゃあ改めて最後に富山飛鳥さん、あなたの夢は何ですか？私の夢は永遠の表現者です。うん、またその中では私、永遠の表現者というのは私の中でモデル、女優、タレントです。うん、芸能界で生き抜けるよう、これからしっかりこのカードを大事に心に秘めて、感謝の気持ちを忘れず、うんうんうん、夢に向かって頑張っていきたいと思ってます。はい、そのために今日からすることは、今日からすること、やっぱりずっとしてきたんですけど、うん、やっぱりたくさんの人に愛されたいので、うん、笑顔を忘れず、うん、自分がハッピーになって相手もハッピーにさせれるように、アスカスマイルでこれからもあなたの夢を応援してます、はい、一緒応援してます。遠山飛鳥さんでした、ありがとうございました。お願いします。